ドラミアンドドラエモンズ宇宙ランド危機一発は2001年にドラエモンのび太と翼の勇者たち頑張れジャイアンと同時に公開された日本のアニメ映画ザ・ドラエモンズ映画の第6作ロボット学校7不思議以来2作目となるドラミアンドドラエモンズ名義の作品本作はドラザ・キットに代わってドラリーニョがドラミと共に ダブル主役を務める。ザ・ドラエモンズの映画作品シリーズとしては初めて、ドラエモンが登場せず本作では、名前のみ登場。また、ザ・ドラエモンズの恋が流れた最後の作品であり、横沢恵子演じるドラミが登場する最後の映画作品でもある。親友テレカが登場したのも本作がラストである。本作では、ゲストヒロインにあたるキャラクターが登場せず、 ドラミとドラエモンズ、オリジナルキャラクターのピノを中心にストーリーが展開される。ドラミとドラエモンズは同窓会を兼ねてオープンしたばかりの宇宙遊園地、宇宙ランドにやってきた。しかし宇宙ランドについてみると、様子がおかしい。園内で出会った新米警備隊員、ピノの話によると、自分の不注意で未知の宇宙ウイルスを園内に侵入させてしまい、 それがコンピューターを狂わせているらしい。ドラミとドラエモンズは宇宙ランドを救うため宇宙ウイルスに挑むドラエモン映画作品。ありがとうございます。